首相閣下と。 本当はお許ししなければならないのですけれどもそういうふうな言い方はやめて、えー、しないなる無数と呼ばせていただきますその理由は後ほどお話しさせていただきますけれども日本語で話をする前にまず最初にここにご会社の皆様に思い出していただきたいことがあります二つの歴史的になったスピーチがございます第一のレピシは1945年の月18日にロゴール将軍がフランス国民に向かって デジスタンスに入ることを呼びかけました、それはとても有名であります、そしてドビルバンさんの2003年2月14日の国論におけるスピーチは世界中の国民に聞か,れから聞かれ、拍手、喝采を受けました。今日もまた日本の聴衆に対して素晴らしい講演会をしてくださいました。 これは素晴らしい用語と検証なさったんですがこれはフランス語の用語と検証ではなく多言語主義の用語と検証でありましたこれそしてまた文化多様性の用語と検証であり画一化されたグローバル化で本当の危機にさらされているものの用語ということでありましたこのようにフランスの場においてではなく 多様性世界の多様性の名のにご発言をなさったわけでございますから私自身の方から特にフランスそしてフランス語に関する補足的な情報を話しさせていただきたいと思うのですがドリフバンさんのご講演は総合的なものでございました。 そしてまた、江崎先生からも今、ご講演がございましたけれども、そして佐伯先生の方は、アメリカニズムの終焉と呼ばれる本の有名な著者でいらっしゃいます、そしてまた最近は、「共和主義ルネッサンス」という本を出していらっしゃいます。のの本のタイトルも 英語で言いますとこれは英語で言うことになると思います共和主義ルネサンスでありますけれどもこれはアングロサクソンの政治哲学の中に共和主義が帰ってきたという内容だったと思います私今回の議論は司会をしてくださるのは小倉先生でいらっしゃいます小倉先生は韓国語そして 講師の思想宗教の思想についての専門家でいらっしゃいます。このように、アメラカがラ、えー、集まったということ自体が日本の大学界においてさまざまな多様性があるということを示しております。我々フランス語教師の間でフランコフォニーとかフランコフォン文学が 関心を呼ぶようになったのは1990年代のことですが私は1995年私は1995年にフランス語教師の学会でフランス語の未来多言語主義の方へというシンポジウムを組織しまた日本で最初に多言語主義をテーマにした本を編纂しました急いで言っておくと 日本でも多文化主義の研究は90年代初めから盛んになりましたが私にとって多文化主義と多言語主義は別物でありこれについては詳しい検討が必要です。フランス人の3人に1人は祖父母の代には外国から来た、まあ、移民だったといいますからフランスは明らかに多文化社会です。 しかしフランスは国民統合原理としてはアングロサクソン流の多文化主義を採用してきませんでした。フランス革命はユダヤ人を解放し市民権を与えましたがその時の原理はネーションとしてのユダヤ人には全てを拒否しインディビデュアル個人としてのユダヤ人には全てを与えよう。 ネネーーシショョンンの中にネーションがあってはならならいと、つまりネーションの中に民族グループがあってはならないって意味ですというこれはクレルモントネールという革命家の言葉に要約されます。民族的出自を問わず法の前に平等な市民からなるネーションしかしそのネーションは一にして不可分のネーションこれがフランスの共和国統合原理なのです。 次にフランスは多言語社会ですではフランスは多言語主義の国でしょうか答えは微妙ですフランス革命の時満足にフランス語が話せるのは人口の3分の1程度でした全員がフランス語を話すようになったのは第三共和制の学校と兵役のおかげであり第一次大戦の後と言われています 19世紀末から流入しかしグローバリゼーションの進展と EC の拡大に伴い1992年欧州連合設立のマーストリヒト条約に調印した機会にフランスは憲法に共和国の言語はフランス語であるという一行を追加し革命以来のフランス語 単一言語主義をコンファームしました。その2年後には英語の反乱を防ぐため、ロー・トゥーボン・トゥーボン法というフランス語防衛の法律を採択しています。フランス共和国が市民間のコミュニケーションを円滑ならしめるために、フランス語を共通語に定め、フランス語の教育に力を入れるのは当然のことです。しかし、 欧州建設でフランスは特定の言語を公用語にするのではなく加盟国の国語すべてを公用語にする多言語主義を支持しまた母語以外に生きない2つの言語の習得を推奨してきましたしたがって私にとって大変ショックだったのはそのフランスが1999年に 欧州地域語少数言語検証に調印した時に憲法院がこの検証を憲法違反と判断したためフランスはこの検証を批准できなかったんです外に向かっては言語の多様性を衝動するフランスが国内では地域語少数言語の擁護に熱心でないとすればフランスが掲げる多言語主義は クレディビリティを失ってしまうのではなかろうか多文化多言語について見てきたことは宗教についても言えますフランスは5世紀末から長きにわたりカトリックの王国であり教会の長女と呼ばれてきましたが16世紀には陰惨な宗教戦争を経験しています世俗化 セキュラリゼーション。世俗化の第一歩は、大革命でカトリックを国教の地位から外したことで、その後、いくたの反動もありましたけれども、1905年の政教分離法で、非宗教的な共和国、Republic-like を確立しました。フランスのライシテ、非宗教性というふうに訳しますけれども、フランスのライシテとは、国家は 一切の宗教に対して中立であり公共空間から宗教色を一掃することによって逆に私的空間において信仰の自由を保障するいわば宗教共存の原理です。歴史的に来してを推進したのはアンティクレリカルと呼ばれる反共権主義の共和主義者だったことは事実ですが来しては一部で誤解されるような 信仰の自由を否定する反宗教的原理ではありませんただ現代フランスのまあ移民社会ではイスラム系移民の統合が問題になっておりベルリンの壁が崩壊した1989年の秋に最初のイスラムスカーフ事件が起こったのは象徴的です宗教共存の原理である来指テが イスラムの統合にもかか否かをめぐって激ししい論争が起こりました1989年は革命200周年でもあったので来してを共和国原理の根幹に据える人々は公立学校におけるスカーフ着用に反対しついに2004年3月には俗にスカーフ禁止法と呼ばれる法律が成立します。 多文化主義のイギリスでは、公立学校でもスカーフの着用が認められています。フランスでも1980年代中頃から、移民の若者たちの妻への権利を求める運動がありました。しかし、マイノリティ集団ごとに特別な権利を認めることは、共和国の普遍的平等原理に抵触するし、何より、 マイノリティ集団の月頭化を生み出しかねないということで多文化主義は警戒されます閉鎖的な共同体主義に道を開くとして拒否されてき、えー、たのですアメリカの多文化主義には肌の色あるいは性の違いなどによって差別されてきたマイノリティを例えば大学の入学とか採用において、えー、優遇する アファーマティブアクションという考えがありますブッシュ大統領の国務長官、要するに外務大臣ですけれども、ブッシュ大統領の国務長官が2代続けて黒人の方と黒人女性であることは、もちろん個人のメリット、メリットクラシーにもよりますけれども、背景にはそういうカルチャーがあるのです。民族、言語、宗教について、フランス共和国の 単一不可分性が複数性とか多様性とどう両立するのかを見てきました。繰り返しますが民族に関しては例えばシオニズム運動によってできたイスラエルのように自らをユダヤ人国家と規定することはユダヤ人以外の民族を排除ないし差別することになりますからこれはフランス的な共和主義 には違反,背反しますネーションナスションは一切の民族的規定を超えていなければいけないとネーションはデモ、えー、とエトノスではないんだとデモスなんだと宗教についても同じで特定の宗教を国境に立ててはならないこれはアメリカでもそうなんですけども実は国境を立てると国境以外の宗教を信仰するものは 排斥されたり EU には国境国の宗教で国境を定めている国が複数ありますがフランスは欧州憲法策定の議論を通しキリスト教や神への言及に一貫して反対しました最後に言語の問題の特殊なところは 宗教の場合とは違って言語の共存を保障す,するために国家は国語を決めないで一切の言語に対して中立を保つということは不可能なんですね。つまり宗教の場合は来髄徹底が可能です。国家は宗教に関して中立である。しかし言語に関しては国家は言語に関して中立で何でもいいよと。 いいうことはでできないわけですよやっぱり共通語が必要です一つの国にはしたがって言語に関しては来してはあ,のありえないんですねそこが言語問題の特殊性ですで特定の特定の言語が国語として定められればそれ以外の言語はどうしてもマージナライズ周辺化されてしまいます歴史的にはフランスの場合は北の ラングドイルが南の方のラングドックをまあ次第に駆逐し北の方言のうちのパリ地方のフランスイリアンという方言がまあ標準語のステータスを獲得したのですしかし現在フランスには本土だけで30海外領土を入れると70余りの言語がリストアップされています例えば 奴隷制植民地に生まれたクレオール語は海外圏だけではなくフランス本土でも話されていますがいますしたがってフランスは多言語的な国であると幸いフランス政府の言語政策を担当する部局は10年ほど前に前からデレガシオンジ é n é r a l à la langue f r a というふうに名前が変わりました ここには共和国の言語はフランスだ共和国の言語はフランス語であるとしかしフランスにはフランス語以外の言語も多数存在するという認識がはっきり示されています宗教と言語の違いはもう一つありますキリスト教とかユダヤ教とかイスラム教のような一神教の場合には複数の宗教を 同時に信じることはできませんお互いに排他的です、一神教は。しかし、言語の場合は、他者の言葉、他者の言語を学び、身につけることが可能です。ここが大きな違いです。宗教の場合は、例えばキリスト教からイスラム教、イスラムに改宗するときには、キリスト教は捨てなければいけません。しかし、例えばフランス語、話者がアラビア語を習得しても、 母語を捨てる必要は全くないわけですねアディションになるわけです。プラスになるわけです。で、えー、大言語よりもマイナー言語を母語とする人の方が必要に迫られていろいろな言語を覚えやすいと言えます。言語は単にコミュニケーション手段であるだけではなく、ものの見方、世界の見方の表現ですから、 マルチリンガルな人はマルチプルアイデンティティな人になるんです。逆に英語のような大言語を母語とする人はどこへ行っても自分の言葉で用が足りますから自分の世界に安住し他者と出会うことがなくなります。これが大言語のパラドックスです。うん 名跡でないものはフランス語でない。これは1784年、だからフランス革命のちょっと前ですね、1784年、ベルリンのアカデミーの検証論文に当選したリーヴァロールのフランス語の普遍性についてに出てくる有名な一句です。名跡でないものはフランス語でない。私ははこのの一句をもじって、普遍的でないものは フランス的ではないいとよく言います。しかし、普遍主義というものは、あらゆる再ディフェランスを超えて、万人に同じ法が適用されることを意味しますから、一なるものの支配を想定します。したがって、普遍主義は、多様性とか多数性とは、実は折り合いがよくない。 ドゥビルパン氏の講演は、普遍主義が陥りやすい、他者性の無視、あるいは才の抑圧という哀ロを理論的に、まあ、思想的に乗り越えた、極めてリフレクシーブな、すなわち自己反省的で再帰的な普遍主義のディスクールだというふうに私は思いました。リフレクシブ、再帰的自、自分に対して反省するという意味です。 普遍主義には、18世紀の啓蒙以来のいわば進歩を信ずる楽天的な普遍主義と、それからヨーロッパ中心主義に対する批判や文化相対主義の挑戦を乗り越えた再帰的な普遍主義があるというふうに私は思っています。普遍主義には2つあるんだと。西洋近代を支えたのは第一の普遍主義です。 啓蒙以来の。しかしそれが崩れるには2つの対戦を経てフランスが文明の中心でなくなるあるいはヨーロッパが世界史の中心でなくなるという深刻な経験が必要でしたフランスの場合私が重視するのは植民地主義の過去をどう引き受けどう克服するかというテーマです フランス共和国が植民地帝国であった限りにおいては共和国の普遍主義的人権は領土全域に適用されたわけではなく一方には共和国に住む市民シートワイヤン他方の植民地には帝国の臣民サブジェクトというふうに分割されていた,いたわけですしたがって共和国の普遍主義は ダブルスタンダードの、まあ、偽物だったとあるいは不完全な普遍主義だったとフランスは今その不完全な普遍主義から抜け出しリフレクシブな再帰的な普遍主義を構築しようとしていますルビルパンさんの話はその、まあ、代表的な、えー、表明だったと思います 彼は文化的多様性と多言語主義を実現する道具としてユネスコと EU とそれからフランコフォーニーを挙げたと思います市場原理市場原理主義のグロ,ーバルグローバル化に対抗するには一国では足りません多国間の協調によって一つの国ではできないことを実現していくルール作りですよね それがフランスの場合、ユネスコであり、EU であり、フランコフォニーなのです。ユネスコはパリに本部がありますけれども、フランスはユネスコが2001年に世界,世界文化多様性宣言を、また2005年には文化多様性条約を採択する上で、フランスは権威者になっています。特に後者、つまり条約の方ですね。 これはアメリカが長いことあのユネスコから実は脱退していたんですよね。でこの条約の方はユネスあのアメリカがユネスコに復帰してから交渉した条約なので極めて難産でした。特にあごめんなさい現にアメリカとイスラエルだけは最後までこの条約に反対しこのユネスコの総会で反対票を投じたんですで。この文化多様性 カルチャーダイバーシティという表現、これは実は1993年ガット・ウルグアイラウンドでフランスが主張した映画など文化を自由貿易主義の外に置くという文化的例外エクセプション・キューチュレルの戦いの延長上に出てきたよりポジティブな概念なのです。 でこのウルグアイランドのこの1993年、これはハンチントンの文明の衝突論がフォーリン・アフェアーズに発表された年ですが、私はこのエクセプション・キュルチャイルの戦いを分析して、文明の衝突がもしあるとすれば、それは西洋文明とイスラム文明、あるいは西洋文明と儒教文明の間よりも、実はハンチントンが一枚岩だと信じていた。 西洋キリスト教文明そのものの中に走った大きな亀裂だというふうに思いました。市場原理よりも文化が大事だというのですから、これは極端な言い方をすれば、市場の普遍主義、あるいはお金の普遍主義と精神の普遍主義、あるいは文化の普遍主義の違いです。思えば、イラク危機をめぐる米仏対立は、 二つのの主義の対立でしたアメリカの普遍主義とフランスの普遍主義では実はライイフサイクルが違います一言で言えばアメリカの自己中心的な普遍主義とフランスの再帰的普遍主義の対立これがブッシュ大統領とシラク大統領のまあ個性の差も手伝って抜き差しならぬ対立として権限したというふうに私は思います。 第二次大戦後の冷戦期には西側自由主義陣営の盟主としてソ連共産権に敵対しアメリカですよ自由民主主義と市場原理が勝利したと言われる冷戦後世界で一極支配を強めたアメリカには自分を相対化する他者性の契機が欠落し従ってトクビルが褒めたたえたアメリカの民主主義は 民主主義の帝国連とか国際刑事裁判所のような自国の主権を超える主権を認めないユニラテラリズムにアメリカは陥ってしまったのですアメリカがイギリスから独立したのは1776年フランス革命が始まったのは1789年ですから 近代国家の建設はほぼ同時にスタートをしています。しかし、まあ、中世の身分性を飛ばしていきなり近代に入ったアメリカでは歴史がヨーロッパと異なるサイクルを描いて進んだと思います歴史家のピエ・ノハはイラク戦争でアメリカはヨーロッパ,ののヨーロッパとへその緒を切り ヨーロッパから完全に独立したというふうにカッパしました。ドビィルパン氏は2003年2月14日、国連安保理でアメリカの武力介入が次期紛争であるばかりか、逆にイラクを収集不能なアンキュハブアンアンキュハブ、収集不能な混乱に導くと警告し。 ササスの実行による武装解除を主張しました。拍手喝采を浴びた演説の最後は、こう終わります。古い国であるフランスが、古い大陸であるヨーロッパが、今日諸君に訴える、幾多の戦争と占領と野蛮行為を経験してした古い国が、 アメリカその他からはせ参じた自由の兵士たちに覆っているもののすべてを知っている国がフランスですね。しかし歴史を直視し人間に直面することをやめな,やめなかった国この国は自らが掲げる価値に忠実に国際社会の全員とともに行動しようと決意している全員でより良い世界を建設する我々の力を信じている。 引用終わりですこの演説が古い国、古い大陸を強調しているのはご存知のようにラームズフェルドアメリカの国防長官がフランスやドイツなどアメリカに追随しない国を古いヨーロッパと呼んで揶揄したからです。私があの時一番驚いたのはドイツ、ゴーリスムと アトランティスムの間で、春巡しがちなドイツが、あの時は最後までフランスと共同歩調を取り、古いヨーロッパの側に立ったことです。それだけに、ドイツと同じ第二次大戦の敗戦国であり、戦後、奇跡的な経済復興を遂げながら、アメリカに追随,追随するしかない日本の姿が情けなく映りました。帝国以後、 でエマニュエル・トッドはアメリカ帝国衰退の兆候を普遍主義の後退に見ていました普遍主義があのダメになってるってこと、ね、アメリカの帝国ならちゃんとジェネラルシティね普遍主義を貫かなきゃいけないけれどもそれがアメリカにはもうできなくなってるってことですねそれでエマニュエル・トッドは日本は 極東のイギリスになるのか、アメリカと組んで、それとも極東のドイツになるのかと問いました。フランスには国連安保理常任理事国の地位と、独自の核抑止力と、フランス語という言語力があります。イギリスにはそのすべてが揃っています、3つとも。だけどアメリカに追随した。逆に日本にはその3つが、 全部ありませんしかし考えてみればドイツだって同じですドイツは安保理常任理事国ではない核を持っていないそれからドイツ語は国際共通語とは言えませんまあ立派なもちろん言語ですけれどもで日本とドイツに共通する国力の源は経済力ですがドイツにあって日本にないのはドイツがフランスと組んで EU を引っ張る権威者としての力ですこれが日本には欠けている東アジアには分断国家がまだ二つありますいまだ冷戦は終わっていません北京オリンピックを控えた中国は申し訳ないんですけれども共産党の独裁で民主主義とは言えませんドイツは敗戦後ナーチスの全体主義を 生生産ししし民主主義にままれ変わろうとしました日本もそうです。新憲法で民主主義と平和を掲げ再出発したのです。しかし日本には独仏数軸のようなパートナー国が残念ながら存在しない。したがって東アジア共同体はまだ建設の著にもついていません。ドイツと日本の もう一つの違いは、戦争犯罪と戦後保障という過去の克服における違いです。日本は決して過去を反省していないわけではない。しかし、十分な言語力を装備していないために、海外ではそう思われています。昨年、アメリカや欧州議会など、まあ、少なくとも4つの国の議会で、 従軍慰安婦問題に関し日本政府の責任を問う決議が出たのはその少佐です侵略あるいは戦争や植民地支配のため中国や韓国の近代的国民国家建設あるいは民主主義的なあ国民国家建設は一回りも二回りも遅れ今中国韓国では経済成長を背景にナショナリズムの波が高まっています ネーションビルディングにはナショナリズムが必要です、もちろん。ただ、ネーションビルディングのその、なんていうんですかね、そのサイクルの違いから、ナショナリズムの現れ方のサイクルの違いがあります、東アジアにおいては。まあ、ヨーロッパにもあるわけですけども。そのために歴史問題の解決が難しくなっていると私は思います。日本と中国のあ日本と中国、韓国の和解と信頼情勢は、 独特和解よりも例えばドイツとポーランドあるいはフランスとアルジェリアの非対照的な従って極めて困難な関係修復の方が参考になるかもしれませんあと3分で結論いやあの佐伯先生が30分やっていただいたので私これで30分です <laughs> で私の結論です。えー、このおこれにあの書いてありますけれども日本の学問は18世紀江戸時代ですね18世紀には学と伝統的な漢学とそれから蘭学と国学が出そろっていました。しかし1960年代の開国と明治維新後は洋学 オクシデンタル・スタディズが中心になり近代日本の高等教育は明治期から敗戦までまず英語次にドイツ語そして3番目にフランス語のトロイカ体制でしたある意味では戦前の高等教育の方が多言語主義的だったと言えますしかし戦後日本はアメリカへの従属が強まり7年間占領されていたわけですから エリートの留学先は戦前はドイツが主流だったんですねそれが戦後はアメリカが主流になり外国語教育は何よりまず英語になりました中学高校では日本ではわずかな例外を除いて英語しか教えられていません大学では英語に次ぐ第二外国語の学習が今,今や必修から外されようとしています 脱はニューオーアジアから出てオクシデントに入る脱はニューオーをスローガンに明治期の日本は西欧先進国の仲間入りを果たそうとしたそれはまあ実現できたと思いますしかし今度は戦後は脱をニュー米ヨーロッパから出てアメリカに入るんこれの流れが主流になってでしかもアジアは無視 無視で軽視されてきたと思いますそのツケが今回ってきています小泉元首相のように日米同盟さえ堅固なら日本の外交は問題ないというのは大きな間違いです経済のグローバル化と文化の多様性が進む世界の中で日本が孤立しないためには多言語的で発信型の外国語教育が必要です 日本の若者が中国語、コリア語など隣国の言語を学ぶことは東アジア共同体の建設に必要な投資インベスティメントです。東アジアでは経済の域内交流はすで、えー、にかなりのレベルに達しておりジャン・モネ一致できる経済的利害を の範囲をこう拡大していくことによってそれでえ徐々に政治統合を目指すというジャン・モネのスピルオーバー方式と言いますけれどもこの欧州統合の方式はアジアの統合には有効ではないかもしれないだって経済交流がこれだけ進んでもその先へなかなか行けないモネは今度新しく始めるならば文化から始めると言ったそうです 私はフランス語を学んで、まあフランス人のいいところも悪いところも分かるようになりました。まあ別に特別な人種ではないというふうな認識を持っています。で、喧嘩もしなければ本当の相互理解は生まれません。相手の言葉で喧嘩できるぐらいにならないと。日本は古い国ですから、古いヨーロッパの言語や思想を学ぶことは、 アメリカとの関係を相対化しよりバランスの取れた自立的な全方位外交に道を開くでしょうまたアジアの言語の少数でもいいからエキスパートを育てそのためには EU のエラスエラスムス計画のような留学生をお互いに交流し合うこのシステムをそういうこの学生の留学交流を政策的に あのえー、行うことによって、た多分30年、40年後には、目に見える成果が出てくるのではないかと私は期待しています。これが私が考える国策としてのナショナルインタレストのための日本の多言語主義の方向です。ありがとうございました